あなたは知っていますか？ノートルダムの愛の物語を。全世界で800万人が涙したミュージカル、ノートルダムドパリがついに日本初上陸。2月27日から3月17日、東急シアターオーブ。チケットは11月4日発売。ミュージカルノートルダムドパリ。これはレミゼラブルのビクトル・ユーゴーが描いたもう一つの愛の物語。